モンジューのゲートインがこれからになります。直線のジッハロン15とゲートインが進んでモンジュー、その手前緑の勝負服が空西です。15頭の体勢、一番向こうの枠にコンプトンボルターが入りました。さあ揃って間もなくスタートです。さあゲート開きました、スタートです。手前の方からゴールドアカデミーポーンと飛び出しました。先行争い、青い勝負服のスリックリー、さらには芝が並ぶようにして出てきました。手前のラチに近いところではラーモントフが馬群を引っ張るように出てきました。ラーモントフはモンジューのペースメーカー的な存在になります。青い勝負服のスリックリーが飛び出して馬群がちょうど2つに分かれるようになりました。手前のラチ沿いではラーモントフ、モンジューは手前の方の集団の後方から、手前集団の後方からモンジューはレースを進めていきます。スリックリーが引っ張る向こう側、塊が4頭になりました。その後ろにピンクの勝負服のラブディバイン、グリークダンス、ディスタントミュージックの4頭がついています。手前の方は前の方にラーモントフと芝、さらにはアルシャカー、緑の勝負服の空西、モンジューはこの集団の中の後方にいます。ラチ沿いの集団の後方から2頭目あたり、コンプトンボルダー、ボルター、さらにはモンジュー、ボーダーアローといったところが手前集団の後方にいます。さらにはアルムシュタラク、インディアンデインヒル、ゴールドアカデミーといったところもこの集団の中になります。スリックリー、シバ、ラーモントフといったところが引っ張りながらレースが展開しています。モンジューはまだ後方から、手前集団の後方からモンジューはレースを進めていきます。さあこの辺りでわずかにシバが先頭だ。シバが先頭、ラチ沿いでラーモントフは苦しくなりました。ラブディバイン、それからスリックリーが前の方に行きます。さらには空西も次第に上がってきた。空西とそれからグリークダンスが上がってくる。モンジューもラチ沿いに次第に馬群の中にモンジューが突っ込んでいきます。モンジューが前から 5,6 番手あたりまで上がってきました。さあシバがラチ沿いでちょっと苦しくなったか。スリックリーがわずかに前に出ている。そして緑の勝負服の空西とラブディバインの2頭が上がってくる。さらにはモンジューもさらに突っ込んできました。モンジューも突っ込んできた。空西とラブディバイン、さらにはモンジューが4番手あたりまで上がってきた。緑の勝負服の空西、そしてラブディバイン、モンジューが3番手まで上がってきた。モンジューが3番手からさらに2番手に並んでくる。そしてラブディバインをかわして、モンジュー2番手ら、空西とモンジューの前2頭の叩き合いになりました。空西安城ブルター、モンジュー安城記念、さあ2頭の追い比べになりました。空西とモンジューの追い比べ、わずかに空西がリードしている。モンジュー食い下がる。空西がリードを保った。空西リード、安城ガッツポーズでゴールイン。空西モンジューを抑えました。